そして、あ、100日後に食われる豚チャンネルさんね、さよなら日曜、さよなら豚さんということで、お疲れ様でした。はい、そうですね、 100豚さんって今言わんの、ね、カルビ君もまあいろいろとありまして、非常にあれですね、あの僕も拝見しました。まあ100日後に食われる豚っていうチャンネルがありまして、まあ、そこで子豚をね今あの飼育しているっていう癖物語がこの前ちょうど100日を迎えたっていうのが今ですよね。それ101日目の動画までは見たんですけど、あれ？それ以降って今どうなってんだろう？ちょっと待ってね。100日後。あ、なるほどね。101日目で止まってるわけですね。お疲れ様でございました。まあ、最後のね、まあこれはあの多分動画を見ていただいた方の方にまあ感想は委ねるっていう風にしときましょうか。はい、ということで、まあ何はともあれ100日間を達成したということに関してはお疲れ様でございました。うん、ね、はい、それ以上でもそれ以下でもなかなかコメントしづらいですけどね。ただまあこれはすごいまあ反響あるよねって言った通りで、もう100日目が273万再生、しているということで、まあ、目論み通りというか、予想通りの、あの、結果だったのかなとは思います。はい。ね。横浜さん、ペットとして引き継ぎ可愛がってあげてくださいとかね。うん。そして、少々お待ちください。うん。あ、また共食いしちゃったか。ごめんな。でも、おかげで俺の多分スキル値がプラス1したわ。同族合成するとね。うん、ただの経験値取得だけじゃないからね、カードゲームの場合。皆さんチャンネル登録お願いします。ここをクリックタップするとチャンネル登録できるから、クリックタップしてみてね。そして他にもいろんな動画があります。そちらの方もご覧ください。それではひげおやじでした。バイバイ。